今回の演奏はスワックウィンドアンサンブルのメンバーだけではなく、静岡県立浜松南高等学校の吹奏楽部の皆さんと総勢50名での合同演奏があります。いつもとは違った元気で迫力のある豪華な演奏に期待ができますね。スワックウィンドアンサンブルの皆さんから意気込みが届いております。普段ではできない大人数での演奏を楽しみたいと思いますとのことです。またスワックウィンドアンサンブルの皆さんと一緒に演奏される浜松南高等学校の吹奏楽部の皆さんからも意気込みが届いております。皆さん、お待たせいたしました。スワックウィンドアンサンブルの皆さんです。どうぞ。こんにちは。スワックウィンドアンサンブルです。今回、私たちは大学生19人、浜松南高校の学生さん21人の皆さんと一緒に演奏させていただきます。今回は SWE のメンバーだけでは奏でられない、作り出せない迫力のあるサウンドをお送りします。さて、まずは SWE のメンバーだけで演奏します。今回は365歩のマーチ、そして不思議願いを演奏します。365歩のマーチは皆さんもよく知っている曲だと思います。不思議願いはディズニーピノキオでよく知られている曲です。今回は壁風祭ということでお祭りなので掛け声、手拍子、終わった後の大拍手、大歓迎ですのでよろしくお願いします。ではお願いします。Thank you.
ありがとうございました。ではここで庭園のお知らせをさせていただきます。12月8日日曜日、ここ文芸大の講堂にて第18回定期演奏会を行います。今回のテーマは色、シンフォニックからポップスまで幅広く演奏します。ぜひお越しください。 SWE の各模擬店でチケットの販売も行っております。さて、続いては南高校吹奏楽部の皆さんの演奏です。南高校の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、浜松南高校吹奏楽部です。本日司会を務めさせていただきますのは2年バスパート桐林遥です。よろしくお願いします。最初にお送りしますのはモンゴル800の小さな恋の歌です。今回は原曲とは異なりゆったりとしたバラード調でお送りします。中間部分にあるオボエのソロにも注目してお聴きください。
がとうございました。続いてお送りするのは生き物係のジョイフルです。この曲はアップテンポでノリがよくとても楽しい曲となっています。ぜひメロディーを口ずさみながらお聴きください。私たちの定期演奏会が3月25日アクトシティ大ホールにて行われます。詳しい内容は大学内に貼らせていただいたポスターに書かれています。ぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。高校生らしいハツラッとした元気いっぱいの演奏でしたね。さああと2曲でこちらのステージ終わってしまうんですけれども、あと2曲は南高校吹奏楽部の皆さんと合同でやらせていただきます。2曲なんですけれども、ルパン三世からサンパテンペラード、そしてロックバンドディープパープルの曲をメドレーに編曲したディープパープルメドレーをお送りさせていただきます。こちらの2曲とってもかっこいいので、前のお客さんだけじゃなくて後ろのお客さん、そして今現状頑張ってくださっている文芸団の皆さんまで盛り上げてみせますので、どうか最後までよろしくお願いいたします。また南高校さんの定期演奏会もよろしくお願いします。では本日はありがとうございました。最後までお聴きください。
この曲はゲストに、エレキギターが入るんですけど、エレキギターは浜松南高の先生で、田中先生、数学の先生です。
出店を